テレビの力昼夜ダブル生放送スペシャル。あの林前さん殺害事件を徹底追跡、指名手配犯市橋容疑者を完全包囲。世界の二大超能力者が緊急来日、事件の全容を通し。今日はあなたが捜査官。この後緊急生捜査。テレビの力緊急スペシャル、番組史上初昼夜ダブル生放送。 This is my house, where I live in Japan. 夢を抱き日本にやってきたイギリス人女性。しかし今年3月、彼女は全裸のまま土砂の中に埋められた。千葉県市川市で起きた殺人死体遺棄事件、被害者は英会話学校講師のリンゼー・アン・ホーカーさん22歳。事件から3ヶ月、市橋容疑者の生死さえつかめていない。凶悪事件解決に向け、イギリスの超能力者クリス・ロビンソンが立ち上がった。果たしてリンゼーさんと市橋容疑者の間に何があったのか。事件現場に足を運んだクリスは一部始終を完全透視、その驚くべき透視結果の全てを公開。さらにポーランドの女帝アンナ・ポドビチが緊急来日。世界の二大超能力者による共同生投資で容疑者の完全包囲に挑む。さらに娘の無念を晴らすためリンゼーさんの両親が緊急来日。テレビの力のスタジオに生出演。市橋容疑者よ、もはやどこにも逃げ場はない。緊急速報。何かマイコのことについて少しでもいいんです、情報がありましたらぜひともお寄せいただきたいんです。よろしくお願いします。去年4月、番組が捜索したオクラホマ日本人女子留学生失踪事件。あれから1年、事態は急展開。歯のレントゲン写真があるかどうか、であれば送ってほしいという。舞子さんらしき遺体が発見され、アメリカの警察から身元確認依頼が来た。その一報を受けスタッフが緊急渡米。果たして本人なのか。テレビの力は未公開の真実をつかんだ。見つけないでください。今日昼夜ダブル生捜索で奇跡を起こす。テレビの力では視聴者の皆様からいただきました熱い声にお答えいたしまして、番組史上初となります昼そして夜のダブル生放送に挑みます。昨年12月のテレビの力特別番組の後も皆様からたくさんの情報をいただきました。テレビの力は最後まで諦めません。 SOS に全力でお答えします。今年3月、千葉で起きた英会話講師リンゼイ・アン・ホーカーさん殺人事件。今週水曜日、リンゼイさんのご両親がテレビの力出演のため急遽来日されました。昨日警察からは市橋容疑者の新たな写真が公開されたほか、有力情報には公的懸賞金100万円がかけられました。さあ、お父様にこんなことを伺うのもはばかれるんですが、お父様この3ヶ月間一体どんなお気持ちでお過ごしになったんでしょうか。I can't hear anything. よく聞こえません。お父様、この3ヶ月間どんな風にしてお過ごしだったんでしょうか。For the past 3 months, my life has been dreadful without my beautiful daughter. 私のこの美しい娘がいなくて、本当に大変な3ヶ月でした。私ども全員が彼女がいなくて寂しく思っております。といういつも四六時中お嬢様の写真を胸にお父様がいらっしゃるわけですが、お母様からどうぞテレビご覧の皆様に直接思いを訴えてください。
はい、私と主人は家族を代表してまいりました。そしてリンズィには姉妹が2人おります。でみんなを代表してですね、日本人の皆様にの協力を求めに来ました。そして市橋達也をどうしても捕まえたいと思っております。よろしくお願いいたします。さあリンズィさんご本人そしてご家族のため、テレビの力は市橋容疑者を完全包囲します。その日、千葉県警行徳警察署で戦慄の殺人事件が明らかとなる。遺体はですね、ただいま読み上げました被疑者宅のベランダに浴槽が置かれてまして、その浴槽の中に遺棄されてました。でさらに死体のですね、隠すように土砂が盛られていました。女性の遺体がマンションのベランダに放置された浴槽の中で発見されたのだ。しかも全裸の遺体は大量の土砂に埋められるというあまりにも無残な姿だった。その後の調べで被害者はイギリス人英会話学校講師リンゼー・アンホーカーさん22歳であることが判明。死因は窒息死だった。直ちに警察は死体遺棄の容疑でマンションの部屋に住んでいた職業不詳の市橋達也容疑者28歳を全国に指名手配。事件から2日後、突然の悲報を受けたリンゼーさんの父ウィリアムさんが急遽イギリスから来日。そこで待っていたのは変わり果てたマナ娘との悲しい再会だった。捜査が進むにつれ、リンゼーさんと市橋容疑者との接点が明らかとなった。リンゼーさんが遺体で発見される前日、3月25日日曜日午前8時50分頃、飲食店の監視カメラに2人の姿が捉えられていたのだ。市橋容疑者は英会話を教えてもらうという口実でリンゼーさんと待ち合わせた後、自宅マンションに誘い込み犯行に及んだものと思われる。さらに警察は今年2月に撮影された市橋容疑者の最新の写真を公開。5月には容疑者のマンションのエレベーター内で撮られた監視カメラ映像も公開した。だが警察の懸命の捜査にもかかわらず、3ヶ月が経った今もその足取りすらつかめていない。市橋容疑者の行方は。彼は私の娘に恐ろしい犯罪を犯したのです。このままでは私たちに平和な日は訪れません。私の娘は英語を教えるために来たのです。殺されるためじゃない。家族の悲痛な SOS にテレビの力が立ち上がった。番組は直ちに全方位から市橋容疑者の行方を徹底追跡。監視カメラの映像をさらに鮮明なものにすべく画像を解析。超能力捜査にも踏み切った。殺されたお嬢さんのために全力で犯人の居場所を突き止めます。今なお逃亡を続ける市橋容疑者。なぜリンゼーさんを殺害し無残な姿で浴槽に遺棄したのか。果たして容疑者は今どこに。そして一日も早い犯人逮捕を願うリンゼーさんの家族が緊急来日。しかしながら現在のところ市橋容疑者の行方は全くつかめていないということになるわけですけども、そもそもこれはあの警察側が取り逃してしまったところから始まってしまったわけですね。そうですね、ええ、もう9人ともやれる多人数で取り囲んでいながら、はい、あの取り逃がしたと、はい、しかもまあ格闘までしてそのまま逃がして、うん、そのまんま逃げられちゃったというのは、文字通り本当の初動捜査のミスが、はい、このような大きな影響を与えてしまったと、はい、まあ、警察その点については大いに反省してもらわなくちゃいけないと思いますね。これやっぱり現在の潜伏先気になりますけど、これ人混みの中にいるんじゃないでしょうかね。なるほど。それとか変装とか整形、早急に整形をしたとか、なるほど、
あれだけ顔が出ちゃってるわけですよね。あれだけ顔が出てて、しかも情報が少ないっていう、身長がかなり高いんですよね。もし生きてるとすればね、誰か協力者がないと、なるほど、この期間生きること自体が難しいと思いますよ。佐藤先生、整形する可能性ってありますか？あると思いますね、まあ、もちろんそれはあの相当な闇の場所なんでしょうけど、まあ、相当高額だと思うんですね、そうするとやっぱり大沢先生今おっしゃった通り、誰かが協力しないとですね、資金誰かが出さないといけない、これだけ顔も公に出てしまって、自ら命を絶つということは考えられませんか？当然それはあるだろうと思いますね、ですからそういう場所はやっぱり全部チェックして、あとこれまでの友人関係とか、あるいは趣味である、そういったサークルに集まる可能性ありますよね。ありますよね、だから女装してたっていうような話も出てますし、それから新宿あたりだと外国人の美容整形の医師がこちらに来て安く整形するんですね、闇の闇のルート、だからそういうところ繁華街だったらそういう話はすぐ聞けてすぐできると思うんですね。なるほど。少なくてもそういう過去の人間関係とか行動パターンを情報としてどんどん広げていけば近づく可能性ありますよね。ひょっとすると過去にね、同様に声をかけられたことがある女性、外国人女性もいるかもしれませんから、あるいはその外国人の集まりやすいところに潜伏する可能性もある、ただ相当ね、その願望から言うと特徴のある顔ですよね、ですからそこでまあうろついてれば、これはもう情報としてあるはずなんで、やっぱり顔を変えてるか、あるいは亡くなってる可能性ということ、とにかく180センチというのはすごい背が高いんです、目立つはずですからね。第三者が関与してる可能性もじゃあ高いというふうに見て、私はもう生きている生存している限りはそれがない限りは彼は生きてられないはずだと、協力者がいるという、とにかく何でもいいです、心当たりのある方はぜひ番組まで情報をお寄せください。スタジオでは50人の電話オペレーターが皆様からの情報をお待ちしております。受付電話番号は03-3405-3001、03-3405-3001です。お待ちしております。高橋さん、市橋容疑者に関する情報が続々と入っているんですが、その情報がですね、実は千葉県内と埼玉県内に集中しています、今僕がですね、これずっと話を聞いていた電話、これは警察署にもう通報したという内容なんですが、千葉県内、これ具体的な場所はちょっと控えさせていただきます、千葉県内のある駅の南口で、6月の27日、つまり3日前ですね、3日前の午後3時過ぎに、容疑者らしき人物を見かけたと、通りすがりで、通りすがりですれ違って気づいたという情報ですね、散歩中にすれ違って目がそっくりだったという特徴が一致しています、特徴ありますもんね、まだありますか、ちょっとこれ説明、あとですね、東京都内のある JR の駅の近辺でですね、これは買い物をしているんでしょうか、そっくりな人を見つけたという情報が入ってきています、この時人物は一人だったということなんですが、昨日のですね、夜11時過ぎに見かけたという情報も一件入ってきています、ここでですね、中心的にやっぱり千葉に集まってますか？千葉、埼玉多いです、ね、千葉、埼玉です、で都内でも千葉に近いその都内の駅が多いです、でここでもう一度市橋容疑者の情報を整理しましょう、こちらにフリップがありますが、こちらがですね、事件直前の市橋容疑者の写真です、そしてその上の2枚がですね、最近公開されました新たな市橋容疑者の写真ではあるんですが、特徴、ここでもう一度整理します。身長が180センチです。180センチ、かなり背が高いというふうに皆さんご確認ください、そして細身、目が一重まぶた、下唇が厚いという特徴がありますので、もし近くで見た、もしくは似ているような人がいるといった場合、市橋達也容疑者に関する情報、皆様続々ともう今来てるんですが、さらにお待ちしています。なるほど。当然やっぱり髪型一つ変えたぐらいもね、ありますし、ね、変わってしまいますもんね、あと